あのソーセージレジェンドが、半年ぶりに、アップデートした。3本の新しいソーセージが追加されました。引き継ぎ機能が実装されました。設定画面よりご利用いただけます。オンライン対戦時に左側で固定するように修正しました。その他、UI 変更、不具合の修正。すごいでしょ、ソーセージレジェンド。前回のアップデートから半年も経ったのに、変更内容が、これだけ。他のゲームじゃ考えられねえだろう。そしてホーム画面も変わったみたいだな。雰囲気とボタンの位置が変わりました。いつの間にか、オンライン対戦ゲーみたいになりましたね。それ以外にやることほぼないからな。では、早速バトルしていきましょう。ソーセージ選択画面も微妙に変わっていますね。前よりも見やすくなってるな。使用するのはマグマホットドッグ。ステータスは特に変わってないですね。お前も名前いちいちモザイクしなきゃいけないのめんどくさいわ。YouTube 様のコンプラに触れちゃいけないもんな。ちゃんと左側になってますね。そして体力表示が前と少し違う気がする。でも背景はずっとコロッセオのままだな。そこは開発者の趣味なのか手抜きなのか。モザイク野郎なんてぶっ倒してやる。うわぁ。大まかなフォーマットは前と同じですね。もらえるポイントも変わってなかったな。アップデートをしたことで、ソーセージが3本増えました。このノーマルかな？順番的にこれは今回のアップデじゃない気がするぜ。じゃあもっとレアリティの高いソーセージだ。レアはないっぽい。ありました。隠されたスーパーレアが3つ。これと、これと、これですね。どう見ても全部ソーセージじゃないだろ。ていうかこれなんて完全にバナナじゃねえか。用途がありなんだからバナナもありだろ。これ言ったらその通りだよ。というわけで、今回のアップデでは、新しいレジェンドはいないみたいですね。増やすとこなどすぎるけどな。それがソーセージレジェンドです。では、またオンライン対戦していきましょう。アップデの成果、最近マッチングが少し早いです。こんなに人が多いのは久しぶりだよな。使用するのはまたマグマホットドッグ。マグマ対決だー。なんだかんだでマグマは人気ソーセージです。一番最初に手に入る確率が高いレジェンドだからな。そして今回も左側、これはアップデがちゃんと機能してますね。運営がわざわざやってくれると思わなかったぜ。それなりに稼いでいるからなのでしょう。通過体力がやばいぜ。よいしょ。こらしょ。どっこいしょー。やっぱり、画面が少し綺麗になった気がします。気がするだけじゃねえか？気がするだけかもしれない。今度は格上のバーニング白谷との対戦です。勝ってるソーセージが1ミリもバーニングしてないんだけどな。さあ、やってやりますよ。格上のメタルをバーニングしてやります。あれ？ちょっと。あー。いや、私もダメージ入れてねえじゃねえか。リベンジだー。今度も先ほどと似たような対戦です。人が若干増えても、対戦する人はほぼ同じなんだよな。おい。おい。おい。よし一発。おい。うわー。まだ完敗じゃねえか。バーニング白谷、強い。今度はメタルを使ってバーニング白谷と戦います。やっぱお前もメタル使うのかよ。気分転換も必要です。あ、切れた。再接続します。さあ、バーニング白谷との対戦です。いやなんで接続切れたのに同じ対戦相手なんだよ。これがソーセージレジェンドです。ストーン積んで出てきたー。メタル対決だと思ってたので予想外。でもメタルより積んでのが良くないか？え。ちょっと。待ってよ。そんな。この強さは個性入ってんだろ。これは完全に言いがかりだからな。バーニング白谷は、アプデに適応した。一方で、光菜はアプデに適応できていない。そういうことだぜ。わかった。環境に適応できるように頑張るよ。次こそ勝ってやるからな。なんで再度マッチングする前提なんだよ。